吉崎さん今日は、ねあのまあ、トランプの貿易政策を中心にです、ね、アメリカボッチャの吉崎さんに、まあ、米中、これから本格的に、まあトランプまあ、中華選挙なんでねそれに向けてアメリカはここまでどこまで本気であの貿易戦争を続けるのかということも含めてちょっと議論していきたいんだけど今日は、ね、最初にちょっとね、えー、最初予定してなかったんだけどこの1週間にアメリカで。 まあちょっとさっきの話にも若干関係あるような、うん、あの変な動きがありましてそれ,それをね、まあ、ぜひそれを議論の中に入れたいんでご紹介したいんですけどねこれね意外とね分かっていないあのトランプのこれ短波での集会の時のあの支持者たちの絵なんですけどね、まあ、別によくある、まあ、熱狂的な、まあ、これ唯一珍しいのは黒人が映ってるんだけどここそうなんですここ見てください。ここにね キューアノン今日のあの前半のキーワーワドキューアノン最初はだからもう見過ごしてたわけですよ。でそれがある種の暗号みたいになってたのね。とかキューアノンっていうのがね。なんといってもネット上の、まあ、ある種彼もフリンジグループって言ってたけど、まあ、要するにもう隅っこの方で、まあ、陰謀論とかをあれしてた人たちがついにあのホワイトハウスの記者会見にまで名前が上がり。うん そのトランプ大統領がねなんと実はそれをすごく意識した発言をいつもしていたことがここにきて実はアメリカで衝撃を与えてるで実は Q の合言葉が17っていう言葉なんですよ17で、まあ、これがあの Q がアルファベットの17番目の文字だからとかもいろんなことをまた言ってるんだけど17がキーワードであるっていうことは Q の共通した認識なのね。 でね、トランプの,、えー、こ,のこの7月37日の短波での,あの演説の中でねなんかいきなり「私の内閣は素晴らしいんだ」うん。でも17回 十七回くらい、俺、うん、私は新党にー行ったことで、だいたい十七回っていう数がトランプみたいな人だったらありえないじゃないですか。それからね、普通数字をだいたいいくつっていうとき、あのもっと二十とか五十とか百とか約十七回ってうのはないですよね。ねねあの切りのいい数字を普通言うじゃないですか。約十七回っていうのはないですよ。で、うん 笑いが起ききてるの気づきました一部は分かってるんですよ。のね、で言うのを「言うのをほら見ゲニガート」って言ってるのは意味分かるだろうっていうことを言ってるわけですよ。でね1970年代の SF 映画にはねこういうタイプのものつまりどうやって社会が崩壊していくのかっていうのがあったりするんだけどそういうちょっと昔の SF 映画を見てる感じですよね。こういうふうにして民主主義は終わりつ終わっていったのであるみたいな。 あまりにも滑稽でも、ね、まあ発火点が今回はあったとされていてただまあ当然のことながらあの2016年の選挙の例を見るようにねもしかするとそれは外国勢力が尾を引いているかもしれないし尾を引いてなくても途中から外国勢力が入ってきてこれは使えるわっていうことにするかもしれないですよねそれはねまあそのロシアとか中国ってことでしょうけど外国勢力って意味ではね。 まあちょっとキュトでもーか今乗ってる人たち見るとかななり自然発生的な気がしますすねね、うん、今はそうでアメリカ社会が根本的に持ってるもともとヨーロッパの故郷を捨てて身、えー、一つでやってきた人たちの中にある反政府とか反権力とかいろんなそのきちっとしたものに対するあの、まあ、恐怖感、うんえー、それから、まあ、頭のいい人たちに対する反発。うん まあ、いろん,なものがなんかこのが私しますね。頭のいい人たちに対する反発っていうのはもちろん日本にもすごくありましてね、えー、ヨーロッパにもどんどん広がっている流れですなので昔だったらそれは間違っていると、えー、正しくはこういうふうに考えなければいけないってその理屈が。 正しいってことは例えば相手に伝ったとしても何たしにもならないっていうね、うん、まあ、正しいかどうかじゃないってこと正しいことじゃないっていことですよね、うん、だからまあこれ本当にすごいことになりつつあるっていうことですねつまりそれは民主主義の、まあ、今のところ 僕は末期症状だと思いますけれどもね。しかしそれに変わる制度を考えにくいですね。ただ、まあ、私は、まあ、あえてちょっと楽観的に受け止めたいんですけど。うん、やっぱり陰謀論って天下取れないんですよ。うん、やっぱり突き詰めていくと、いろいろ穴が出てくるんで。うん、あの、まあ、オウム真理教の教義だって、多分そうなんですけども、うん、きちんと詰めていけば、絶対おかしいと。 まあ、だから閉じこもってしまえばその中では完結するけれども、うん、あのネット空間みたいなオープンな状態だと、うん、私はあの逆にもうこういうのはどんどん表に出てきてどう見てもあのサステナブルではないとそれでね、えー、とまずちょっと今日はあの吉崎さんの本当にご専門ではあるんですが、はい、あのここにきてまあちょっと貿易戦争、うん 特に米中ですけどただアメリカはどうもこれはまあトランプの,あのこれはトランポノミックスの一環かもしれないですけどもともと鉄鋼とアルミニウムに始まってこれは別に中国だけを対象にしたものではなくてそれこそあの全部。 ナフトを結んでる相手にまで全部その適用するっていうようなね25%とか、まあ、そこから始まって一連のその、えー、特に中国との間に完全の報復合戦になってるで中国もまあちょっと日本と違ってまあ非常にこうあの面子を重んじるようなところもあって、うん、まあ来るんなら受けて立つっていうのね、うん、ただとはいえまあいろんな言い方あるんでねアメリカ側はまあ中国から。 えー、今どれくらいですか5,000億くらいですか中国はまだ1,000ないだから関税合戦していくと最後にもうかけるもんが早く中国の方がネタ切れになるんじゃないかっていうようなことで,で、ね、この戦いは中国に不利じゃないかみたいなことを言う人もいるしそれだけじゃなくやっぱ中国経済が持たなくなるんじゃないか、まあ、アメリカも痛手を受けるんだけど。うん アメリカが最後はそうやって中国をまあひ,ざむずひざまずかせるんじゃないかみたいなことをアメリカは考えてるんじゃないかみたいな見方もあるんだけどまあ思いつきであることをちょっと横に置くと江崎さんはこれはこの まあ、天末というんですかね、はい、あとでまた経済的な影響を別途伺いますけど、はい、それをと横に置いたとしてまずこれはどう,どうなるどういうあの出口シナリオがあるんですかこの話はいや、うん、あの一番いいのはそれは、うん、あのディールをしてくれることですね、はいうん、米中でね。うんえー、でただ私なんとなく今のパターン見てると、うん、トランプさんって人は、まあ、EU と、うんまあ、やっぱり妥結するとか。うん ナフタも最後はまあ割と常識的なところに落としてもなんか中国とだけはディールしないっていうかこのまま衝突しちゃうような気がするんですよね。うんうん、というのはあの米中の対立と私3つのレイヤーがあると思ってて一番分かりやすいのはあのトランプさんの考えているまあ一種の復讐ですね中国に繁栄を奪われた、うん、だから取り戻すんだ。だから というまあ、そ,そ,そんな経済活動って基本ウィンウィンのはずなんですけど彼は多分ゼロサムなんですね 2>,、うん、で2番目にこれは結構、うん、これ議会なんかにも共有されてる話だけれどもやっぱり中国といや一緒にやっていけないと、うん、もう徹底的に叩かないと、うん、このままいくと大変だ っていうそ、まあ、れはもう派遣の移転みたいなのも含めてそういういレベルかっこよく言うと例の「トキデレス」の罠ですねでそれは結構今野党とか議会の中でも賛同する人はいるし、うん、インテリの中であのいやここでやんないとダメだっていう思いもあるんでこれはあの結構根強いものがあるですね。 えー、グレアム・アリソンの議論でいくと,いくと、うん、過去に16回そういう新興勢力と旧体制の衝突があってうん、うん、そのうち戦争起きなかったのは4つだけだっていう、うん、まあそういう議論があるいいよ、ね、ということですね。はい、で、まあ、3つ目はですね特にこれから AI だビッグデータだ 5G だっていう時代になった時にですね13億人のデータ持ってる政府がある。うん でこの13億人のデータを好きにしていい。